こんにちは、トラスト企画の花です。シュウです。ミーくんです。おめちゃんです。今日もですね、私が大好きな大きい車が大きい車ですね入ってきました。ミーくんありがとうございます。買い取りまたこういった系のはい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 、ものすごくかっこよくて大きい車で今すごい人気沸騰されてますもんね。そうなんですよ、うん、で我々がね取り扱ってるスカイライン GTR もね値上がってる車なんですけど、はい、まあ、皆さんの中で値上がってる車といったら多分こういった車もねその中の一つかなって思ってる方多いと思うんですけど、はい、まあ、それのねあの今の相場だったりとかもね交えながら紹介できればなと思うので、ぜひ動画の方最後までチェックの方お願いします。お願いします。ミーくんの LINE スタンプ好評発売中もう一回はい、うちがねあんまりこういった大きい車買ってるイメージあんまりないと思うんですけど、みーくん、この車はどういった経緯で買い取りしたんですか？これはですね、実は、はい、ね、ピチピチのお姉様から依頼がありまして、はい、そうなんですか、はい、ピチピチのお姉様、ゴリゴリのおじさんとかじゃないんですか、この車ピチピチのお姉様です、はい、私と同年代ぐらい、もっと下です、もっと下です、ピチピチすぎるそれはでも確かにプラドって女性人気すごい高いですよね、うん、はい、そうなんです。でこのお客さんもですね、実は購入してから、まあ、購入してすぐあの売るよう な, そのなんか仕事と絡みながらやってる方なんですけど、あの他の、ね、車種に乗り換えなくちゃいけないんで、これあの売りますよっていう話だったんですけど、はい、実は大手に行ったわけですよ。あ、じゃあうちとは別に他のお店にも査定を、うんうん、そしたら待ってる間になんか知らないですけどバックヤードでお姉様が、ね、お兄様が分かんないですが、まあ、そこの社員の人たちがあの若い女のくせにこんな車乗りやがってみたいな話をしてたらしいんで怖くなってすぐ帰ってきちゃったらしいんですよ。それひどいですよね、うん、だからまあ悪口かなんかを聞こえちゃって、はい、聞いちゃったんだ。そうなんですよ、で安心して売れるところを探したところをトラスト企画っていうのを見つけたらしく、あ、それで検索したのを聞いて、そうそう、はい、見つけてくれた。そうそう、で、こういう車を扱ってますかっていうから、はい、扱ってますよっていう話してで、ね、でどうしてうちをね選んでくれたんですかって言ったらそういう経緯だったんで、いや、みーくんで大丈夫ですかっていう話したんですよ。あ、みーくんが直接聞いたんです。そうです、みーくんも意外とそっち系ですよっていう話をしたら、そっちですよって言ったら、そっちですよって言ったら、うん、大丈夫です、お父さんが対応しますんでって言われて、あなら安心ですねって言って査定に行ったんです。はい、お父さん同世代ぐらいですもんね。そうですね、うん、コメダコーヒーでね、白ノワールってなんだっけ、白ノワール有名なあのパンで、はい、そうそう、ありますね、あれね貢ぎ物としてね食べさせてもらってこれ査定しました。はい、コメダで集合したんです。そうです、コメダで査定です。何です、そこはねコメダの人と知り合いらしくてオーナーと、あー、すごい、はい、なので許可ね、自分ちの事務所みたいに使ってますからコメダをそうです、はい、その代わりコメダにもお金落としてますから、はい、そうです、はい、はい、ビンビンな関係です。はい、今回買ってきた車はこれまた何か新車じゃないですか？新しい車ですね、去年の9月登録の車ですね。すごい、だって、はい、去年の9月、走行も5000キロぐらい、ね、5000キロショットぐらいかなの車かな。わお、はい、みーくんこういう車得意なんですか？得意じゃないです得意じゃないんだこれやっぱ大寺が得意なんじゃないかなと思うんですよね。そういう専門店ありますよね、はい、あるある、四駆の専門店あるじゃないですか、はい、大手、そうですね、H なんとかっていう、そっちの方が多分査定は高いんじゃないかなって思うんですけど、はい、まあそれでもまあね、売っていただいた、うん、実はねみーくんねピチピチのお姉ちゃんだったんで、そうちょっとねスケベ心出してちょっと高額査定しちゃったんですよそれやばいですよこの人でさらね噂聞いて、はい、なんか社長高く買ってないみたいな、高く買っちゃいましたで今ね理由聞いたらピチピチだから高く買ったって、ピチピチだとね業者オークションってあるじゃないですか、あれ投げると損者恐れあるんですよ、だから損すんだったらね一般の方にね、うん、安く提供した方が、お客さんにとってメリットあるんじゃないかなと思いまして、小売りにシフトさせてもらいました。おお、はい、ミー君が高めにしちゃったせいでそうです
今ランクルっていうランドクルーザーの新型ってあるじゃないですか、はい、あれすっごい今4年待ちとか5年待ちとかね、なってて、すごいすごいもうなんか高く売られてるんですよ。そうですね、はい、でプラドも同様にね高かったんですよ。うん、ただ高かった、うん、トヨタがねなんと、はい、どんどん日本にプラドをね販売できるように製造し始めまして、おお、大量に新車があるんです今もしねこういう車をね今私が言ってる値段で中古車なんですけど、はい、まあ、新車だともう少し高いんですが、はい、実は買えます、トラスト客でも。この車、はい、みんながすぐ即納できます、はい、即納、納車待ちしてる車、うん、即納です、即納できます、はい、今即納です。もう頼んだらもう2週間以内に納車させていただきます。すごいやばい、はい、早すぎる、はい、この間もね1台、はい、納車しましたからね、はい、実は納車してるんですよ、はい、2台目なんですよこれ、はい、実はだから即納できますから。そうですね、はい、でこれと同じグレードじゃなくても大丈夫です。まあ TX とかなんか他の、ああそうです、はい、グレード、はい、これは何ていうグレードなんですか。これはですね、ブラックマットブラック、マットブラックエディションっていう。あ、だからここがマットになってる、はい、ちょっと大人っぽい、うん、はい、マットになってるんだ、はい、もうホイールもマットになっちゃってる、ミラーもですね、ミラーもマットになっちゃってる。すごい、ね、これよく言えばコストカットってやつ、うん、はい、そうじゃないで、ちゃんとしたグレードですか、うん、そうほらもう中もほう、まあ、新品同様ですね。まだこういうねこういうのもついてるし、まだ、うん、そう全然もう新車と、これピチピチの匂いはいい匂いしますよこれオプションですからこれ黒いいですね、 TX のマットブラックエディション ね、このランドクルーザーの地元、そうだね、すごいかっこいい、本当だ。これ中のどうなってるの、これここが変わんないの、どうやったんだよこれ。あ、これミー君、横ですよ、もうミー君ダメだえ、これで、あーミー君下見してんのにこれちなみに、あ、全部お父さんが全部開けてくれて説明してもらったんで、ただミー君見てただけですこれめっちゃ三角関係じゃないですか、はいはい、パパはミー君に夢中 で、 あ、そうです、ピチピチに夢中で、そうです、はいはい、でこれを開けるとき、はい、てか立ち上げるときなんですけど、はい、ボタンがこちらにございます。あ、これこうやってやるんじゃねえよ。ダメ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 、もうそれは古い、嘘、ね、これ何、これ押すの、これ押してください、長押しで。おお、すげえ。あら、知らなかったよ、これ上がってきてる、介護用ベッドみたい、ほんとだ、これダメだね、これ埋め込み、あ、ほんとだ、これ出てきた、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 そのおかげでこういう風にフルフラットにできるんですよ、うん、なるほど、ね、ああ、なるほど、ちょっと見たい見たい、出てくる、おお、うん、おららら、ビョーンって、ほんとだ、ミークも興奮すると出てくるよ、これ長押しで、長押しすると押してみますか、長押してみます、いや、まあ、違うんだって、俺押す人によって違うから誰に押してもらう、いろんな人に違うから、まあ、7人乗り、7人乗り、7人乗り、本当にめっちゃいいですよね。そうそう、でも使ってなかったから、後ろは、あ、本当だ、ビニールがついてますね、なるほど、後ろの席は結構狭いね、うん、そうですね、あ、そうだね、お子さんとかだと、うん、あ、そうだね、もう荷物とか、うん、サードシート、うん、おー、じゃないですか、また、うん、見てほら中も全然綺麗、そのパワーシートだったりこうしてねついてて、おお、すごいじゃないですか、うん、え、サンルーフあるんですか。サンルーフあります、はい、はい、サンルーフあります、ちょっとだけカバー、はい、サンルーフ、サンルーフありますよ。サンルーフってやっぱ手で開けるんですよ、こうやって、ね、最初カバーは、はい、あ、違うよね、こうやって開けるんだよね、きっとね、はい、こうやってね、どうやってやるんだっけ、これこうやってやるのか、あ、多分かかってないんで、あ、エンジンかかってないからね、エンジンかけないとダメなんじゃないですか、かけます、かけます、失礼します、はい、うん、はい、すごい、真ん中に段ボールがあって、余裕で乗れちゃう、エンジン、ね、エンジンかけます、3人乗れるね、うわ、一番広い2列目な気がする。ちなみにこう3列シートね、これ、あ、こちらで3列シートね、こう、あ、さあ、ここも自動だ、雨入ってきちゃってますよ始めよう、閉めないと、ほらね、いいね、すごい、ナビもついてて、うん、ほんとだ、 ETC カードもついてるんだね、そうですね、うん、
でナビも純正のナビがついてて、はい、サンルーフもついてて、おお、いい感じですね。はい、距離は5500キロかな。5255キロ。おお、サーティット時より伸びましたね。見えますかね。サーティット時4000何キロだったの。あ、そうなんですか。誰かが乗っちゃったんです。そうですね、はい、まあでもね、劣化してるとこはゼロないですね、うん、ないですね、はい。まあ、新車、中古車のよくあの、ね、高年式の程度いい中古車っていう感じですね、うんうん、新古車、はい、新古車に近いですね。ハイヤさんに並びそう。そうですね。そう、これ専門店とかに並んでるケースよね。これ何台もさ、こんなような車 ね、 うね、はい、うん、なのにうちに言ってくれたんですね。そうだね、はい、うん、これボンネットも開けてみますか。開けますか、一応、はい、一応、はい、これ排気量ってさ、 何 cc なのこれ。あ、ダンパーだ。おー、勝手に上がっていっちゃうのね、これね。排気量は、うん、そこですか。いや、ちゃいますね。ちゃいます。うん、ほら、エンジンももう新車同様で。新車ですね、はい、これ何リッターですか。これ 2.7 のガソリンです。おー、はい、いいですね。都会でも走れます。ちょうどいい。あ、ほら、VVTi 付きだよ。トルクもバッチリ。ね、でも意外にエンジンちっちゃいね。そうですね、思ったより。ボディがでかいだろう。そうそうそう。まあこういったね、車ね、あの、はい、トラスト客でも、はい、ここね、あの、高年式の低走行な車を、はい、一般の車も買い取りもするし、直接販売もしますよと。はい、おー、うん、で、査定するときにワンポイントアドバイスです。はい。ミー君に査定を依頼するときに、ピチピチのお姉ちゃんを、あつけると、あの、査定が高額になります。で、それで、あの、ちょっと買い取りでミスっちゃって、ちょっと高買いしちゃったんで、氷に回るという、スタイルになってます。まあね、それだけいろんな、こう、はい、販路があるってことですよね。そうです。皆さんね、ミー君信者の方たち、そうですね、お願いしますってことです。はい、じゃあ、はい、ミー君が乗せしたピチピチ分は販売価格にも乗せになるんですか。できないです。できない。それは責任取れる、まあ、そうですね。そう、そうです、はいはい。じゃあ、これ販売価格はどれぐらいになりますか。実は販売価格です、このね、ジャパネット寺田がお送りする。そうですね、チェンジになった。そうそう、販売価格です。チャンネルが、なんとこのランドクルーザープラド、はい、ね、マットブラックエディションね、令和4年車、走行が5200キロね、はい、ね、この車なんと込み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 どうぞ530万円になります。はい、これ実はですね、530万っていうのは実はね、全部登録から何から全部ね、税金から、ね、はい、環境性能から何から全部含まれて、はい、全部含んで530万円です。込み込みなんだ。保証継承もうちでやります。保証継承もつきます。すごい、フルオプションです。すごい。フルサービスね。もうやっぱいつもより気合い入ってますね。自分がやっちゃったやつだから。違うんですよ。あの、ランクルプラドって、はい、あの、実はあの、値段が少し下がってるんです。はい、それはトヨタがもう、トヨタが国内で作り始めてすごい、こう、すっごい、あの、出してきたんで、うん、市場にいっぱい、さっきも言ったようにいつでも買えるような状態になってるんです。はい、だから昔みたいにこうプレミア価格っていうのがなくて。ないんだ。はい、だから普通に買えるんです。はい、それは初めて知った。ディーラーで買うよりトラスト機械で買った方が安いです。ディーラーはまだこのプレミア価格とかで売ってたり。いや、新車で売ってますから、新車の値段で。そっか、はい、じゃあもし手放したい人は今ですか。今です。あ、じゃないともっと下がってきちゃう。うんと、下がってきちゃいます。わー、はい、ダイスが出ちゃうと。ダイスが出ちゃうと、たくさん市場に出てくれば、はい、市場の原理で下がります。うわー、今まで何で上がってたかっていうと、あの、半導体の不足だったりとか、うんうんうん、そのいろんな、そのコストの面で、うん、なかなか作れなかったんですよ。はい、はい、そうですね。で、そうすると欲しくても買えないから、高くてもいいよっていうお客さんがいたんですけど、うん、探したらあるよって言われたらそっち買うじゃないですか。そうですね、そうです、はい、職能だと。そうしたらどんどん値段が下がってくるっていうことです。はい、そういうことですね。はい、なので、あの、昔みたいな、その高騰する、うん、今後これが上がるっていうことはないので、はい、まあ、あの、買うのにも売るのにも今がチャンスじゃないですか。はい、いいですね。はい、これはね、あの、ミー君が失敗したんで、ここは安く売りますよっていうことですから。込み込みで。はい、で、はい、そうやって、あの、ね、あの、ランクルプラドをね、はい、あの、売ってくれるお客さんがいたら、ね、
ちょっとスケベ心を出してちょっと高めに買ってしまうので、そうするとまた同じようなこれ第3弾第4弾になっていくと思いますので、大きい車好きだけど、はい、はいはい、でもし例えばこれね気になって買いたいっていう方が いて、うん、下取りとかある場合はどうなんですか？下取りもやってます。お大歓迎、はい、もう軽自動車からトラックまで、トラックまで、はいはい、幅広く、はい、下取りを出すことによって、まあ、その分の差額、うん、安く買えるっていうことです、ね、うん、でこれを購入する場合は下取りがある場合は、ね、うん、下取りプラス、ね、ピチピチのお姉ちゃんすればプラスオプションですから、おプラスアップします。おじゃないですよ、ピチピチのお姉さんで。おとか言っちゃダメです。やばい、こっち側になってきて。ダメです、はいはい、そういう販売の力ですから、はい、下取りに関してもあの相談して値段の方を出せるということなの で、はい、でこちらのお車の詳細はホームページにも載ってるので、はい、概要欄からぜひチェックの方お願いします。お願いします、はい、こういうお車買い取りもそうですし販売も強化、強化ではないか、はい、これからしていきます。これからしていくので、はい、ぜひ皆さんあのトラスト企画の方ご利用いただければなと思います。お願いします、はい、お願いします。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。